どうも、皆さん、工藤でございます。年末、いかがお過ごしでしょうか。はい。今日はですね、ちょっと気軽に、なんかいつもみたいにね、こうテーマとか決めずに、こう雑談していこうかなと思います。今日は12月28日、木曜日で合ってる。ちょっと待ってよ、曜日感覚がね、だいぶ、そうだね、28日のサーズデーということで、はい、木曜日ですね。今日何の日かというと、わかりますか皆さん。はい、完全に私の個人的な話ですけど、うん。まあでも一般的にも、今日はね、仕事納めの日でございます。はい、12月28日、木曜日、本日は仕事納めと言いまして、2023年内の、まあ、最後の勤務日ですね。うん、もちろんその業種とかね、はい、仕事によってはまだまだ年末までね、年末まで、今も年末みたいなもんですけど、明日、明後日、31日とかもあんのかな、うん、お仕事される方もね、多いとは思うんですけど、まあ一般企業とか、公務員とかもそうなのかな、うん、軽く調べたらそんなのこと書いてましたけど、は、大体今日がね、仕事納めということで、まあ私と同じく、今日仕事行ったらね、明日から年末休みだーっていう人が多分多いんじゃないかなと思います。うん。まあといっても私もですね、去年までは、もうがっつり先週ぐらいからね、うん。そうね、月火ぐらいしか働いてなかったんで、去年まではね。ただ今年から、まあ11月くらいからですか。うん。まあ月火以外もね、働くようになったので、まあ今年は、まあ、ちょっと頑張ってね。はい。まあ、昨日、今日ということで、今日が仕事納めとなっております。まあ、休みがね、ちょっとこう、少なくなってしまうっていうのは、まあ、ちょっと残念ではありますけど、まあ、でもその分ね、お仕事して、お給料ももらえますから、ね。いやー、仕事納めかって感じですけどね。うん。学生さんはね、もちろん、もう先週ぐらいから休みなんじゃないか？うん、私、一応教育業界でお仕事してますから、うん、多分生徒たちはね、お休みして、まあ、ゲーム見たり、ゲーム見るじゃない、ゲームしたり、アニメ見たりね、まあ、してるんじゃないかなと思います。まあ、おそらくですけど、まあ、クドラジをね、聞いてくれてる学生さんの方もね、いるかもしれませんので、うん、昔、まあ、お便りとかね、もらったことはあるんですけど、はい。聞いている方もいると思いますんで、まあ、大人になるとね、ちょっと冬休みが短くなってしまうと。まあ、むしろ冬休みなんてものはないか。うん。冬休みっていうよりかは、まあ、年末年始の、ちょっと長い休みみたいな、感じにね、まあ、なるんでね、はい。覚悟しておいてください。はい。私があんまり言えたことではないですけど。うん。まあまあ、でも、今日行って、明日から休みで29、30、31、1、2、3ぐらいまでなのかな？なんか三が日とかって言うんだっけ？ね。まだ休みなのかな？だいたい4日ぐらいからお仕事ですか？どうですか？じゃないのかな？また木曜日か。まあだから1週間ぐらい？約1週間ぐらいですかね？お休みになるのかな？うん。まあ私、というと、私は成人の日まで休みにしちゃったので、もっと働けって言われるかもしれませんけど、はい、私は8日までお休みをいただきまして、まあでもその分なんかね、その普段のお仕事ではできないような、まあポッドキャストもそうだけど、ゲーム配信とか、うん、あとはその他もろもろアニメ見たり、映画見たり、ゲームしたり、遊んでばっかじゃねえかって感じかもしれないけどね。うん。まあそういったことにちょっと時間を費やしたいなとは思っています。はい。よし。まあ今日もね、ちょっと8時からお仕事なんでね、まああんまり時間がないんですけど、まあちょっと軽くアニメとかゲームにも触れておきますと、あ、そう、ゲームに関しては、今日 FF16 ちょっとやろうかなって思ってます。夕方の17時ぐらいかな。うん。ちょっと昨日も、溜まってたアニメをね、ちょっと消化しようと思ってお休みしたんですけど、今日はちょっとやろうかなと。うん。まあただね、木曜日は木曜日で結構新しい、話数っていうか、
まあ、ほぼ最終回なんですけど、が更新されるので、まあ、それも見なきゃいけないんですが、まあでも明日もしかしたらヘブ版のね、新しいイベント始まるかもしれないってことを考えると、ちょっと FF 今日やっておきたいんだよな。うん。ですので今日は夕方17時から FF16。あの最後のね、マザークリスタル破壊にちょっとね、挑もうかなと思ってますんで、よければね、遊びに来てみてください。はい。まあゲームはそんなところかな。まあ FF やって、で、明日ヘブ版。まあ今日のね、夜に生放送があると思うので、イベントの内容とか明らかにされるんじゃないかなと思ってますけど、うん。で、明日、29、30。私ですね、ちょっと予定が決まりまして、31日に、まあちょっとね、家を離れると。ちょっと、帰省って言わないのかな？なんて言うんだろう。私の地元ではないんでね、その帰省先は。うん。まあちょっとね、おじいちゃん、おばあちゃんの家に遊びに行くということで、31日に行くことになったので、多分ね、30日まではね、ゲーム配信できそう。うん。できそうですね。なんか他のことで、なんか年末のなんかね、大掃除とか。自分の部屋はしたんですけど、家全体の大掃除はしてないので、もしかしたらなんか、借り出される可能性もね、まあ、あるということを考えると、わかりませんが、まあでも30までは、そうね、ゲーム配信もできるんじゃないかなと思います。31はちょっとゲーム配信無理かな、さすがに。うん、もう家を出なきゃいけないんでね、準備もしなきゃいけないし、ポッドキャストはまあギリギリ撮れそうかなっていう感じしてます。31日。うん、ですので、まあ、2023年最後のクドラジは多分31日できるんじゃないかなと思います。いや、ただ年明けるとですね、帰ってくるのが2日ぐらいになるんですよね。そうなると、まあ1月1日やりたいんだけど、ポッドキャストね。やりたいんだけど、ちょっとどうかわかんない。うん。向こうで、着いた先で、まあ、スマホしかないので、Wi-Fi とかもないんですよ。ぶっちゃけ。おじいちゃん、おばあちゃんの家って Wi-Fi もないから、うん。かといって、まあ、パソコンも持っていかないしね、私ね。うん。なので、まあ、スマホで、昔やってたみたいに、スマホでもう直撮りして、で、まあ、軽く編集して、で、配信できたら、多分1月1日にもこうやってクドラジをお届けすることができるかもしれないけどね。うん。まあといっても伝えることはまあ明けましておめでとうございますの挨拶くらいしかないんじゃないかなと思いますけどね。うん。2024年のまあ新年一発目の配信、まあ新年の挨拶みたいな感じなんでね。うん。まあまあまあそんな感じで、まあ、ゆるーく余裕があったら。なんかこの感じだとやらないような、うん、感じしてますけど、まあでもできるだけちょっとね配信できるように頑張りたいなと思ってます。はい、そんなとこですかね。はい、まあアニメもね、うん、さっき最終回がどうとかって言いましたけど、今日もそうだね、あ、そう、ウマ娘さ、今日私最終回更新されてて、あ、見ようかなと思ってるんですけど、北さんブラックのやつね。YouTube に更新されて、上げて、YouTube に動画上がってましたけど、なんか劇場版入るらしいですね。劇場版。ウマ娘の初の劇場版だったかな。うん。ちょっと私、まあ、馬のことはそんなに詳しくないんで、何でしたっけ？名前。でもなんか上坂すみれさんと小倉優衣さんが出るんだっけか？キャスト陣ね。ちらっと見ましたけど。うん。劇場版がついに出るということでおめでとうございます。まあちょっと私は劇場に見に行くかどうかはちょっとわかりませんが、はい、わかりませんが、まあでもついにね、ウマ娘を映画館で見れるということで、はい。あとはそうね、あ、君のことが大大大大大好きな 100人の彼女、百科のね、百科のもあの2期の制作決定したらしいですね。まあ私は原作全部読んでますから、はい、大好きな作品ですので、2期も非常に楽しみでございます。1期もね、もうめちゃくちゃ楽しかったね。うん、
まだ最終話見てないんですけど、11話のね、特集エンディングも、いやー、なんていうか、ぜひね、YouTube に多分ね、上がってると思います。公式が上げてくれてる。うん、ノンクレジットエンディングね。11話の特集エンディング。非常になんていうか、まあ、上坂すみれさんが歌ってるんですけど、それこそね。うん。まあ、カオスというか、濃密な、エンディングがね、上がってますので、ぜひそちらもちょっと見てほしいなと思います。あとは何だろう、影実もそうか、今日最終回見ますね。うん。あ、やっぱゾーン100さ、更新されたね。うん。やっと。いつから入ってなかったんだっけ、秋じゃない、夏アニメで入ってたんだっけ、ゾーン100って。確か。で、ずっと、鳴りを潜めてたんだけど、最終話とかね、ずっとこう、配信せずに。で、やっと10話。10、11、12全部配信されてるのかな、もしかしてね。そうだね。第10話、11、12。あ、ホームタウン・オブ・ザ・デッド。なんか、1みたいな感じなのかな。1、2、3って感じなのかな。更新されております。なので、この3話分もね、ちょっと見なきゃいけないので、はい。いやー、まあでも嬉しいけど、嬉しいし、その最終回迎えるのって、なんか嬉しい。ちょっと違うな。なんだ。まあ楽しい。うん。楽しい。難しいな。なんか、どう言えばいいんだろう。まあ一番はその、寂しいっていう思いが強いんですけど、あ、終わっちゃうのかっていうね、気持ちが一番強いですけど、まあでもなんか全部見切って、あ、この作品すごい良かったなーっていうね、うん、嬉しい、楽しいみたいなちょっと複雑な気持ちもありつつね、で、なんか最終回と同時にね、2期の制作が発表されたりとかして、よっしゃーみたいなねこともありつつって感じなんでね、いやー、でもマイクールマイクールね、やっぱ最終回はちょっとこうちょっとしんみりするというか、ああ、終わりかーっていうね。もちろん全然、終わらないワンピースとかもね、ありますけど。うん。まあでも来年は来年でね、またいろんな新作アニメが入る予定ですので、うん。ヒロアカとかもそうだし、ワンピースも新年からあれじゃない?新章っていうか、ワノ国編が終わってね、うん、新章に入ったりとかするし、うん。ジャンプ作品もそうだしね。いやー楽しみですね、本当に。来年もね、新しいアニメとか。まあ、明日ですよね。明日29日の夜9時からね、アニウォッチステーションの方で、まあ、ポポさんと、今年のアニメの振り返り、何でしたっけ?全然考えてないけど、全然考えてないけど、ベストアニメ、ベストヒロイン、ベスト主人公、ちょっと選ばなきゃいけないんですけど、全然考えてなかったわまあ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 、なんとかなるでしょう。はい。まあ私今年もね、結構たくさんの作品を見てきましたし、 U-NEXT まとめの時にもね言いましたけど、いくつでしたっけ、500何時間だったかな、 U-NEXT で。 U-NEXT だけで500何時間なんで、多分他のプラットフォームも含めたら多分600、700ぐらいは見てるんじゃないかなと思いますから、はいちょっとね、今年一番のベストアニメ、ベストヒロイン、ベスト主人公をね、ちょっとアニウォッチステーションまでにね、考えておいて、はい、明日の夜9時から発表したいと思いますので、まあ良ければね、明日皆さん、お休みですよね。うん。ね、私も仕事を納めて今日で最後ですし、私もお休みですし、皆さんもお休みですよね。うん。暇だと、あ、暇じゃないかな、みんな忙しいかな、まあちょっと余裕があればね、まあ音だけなんで、はい、まあ、耳だけでもね、ちょっと夜9時から貸していただいて楽しんでいただけたらなと思います。はい、というわけで、じゃあ今回はここまでにしたいと思います。それではまた次の配信でお会いしましょう。バイバイ。